着いた。俺の名前は田中エイト。アニメ研究会に所属している大学2年生だ。今日はサークル仲間たちと2泊3日で聖地巡礼に来ている。聖地巡礼楽しみですね。デュフフ。旅館に着いたら朝まで語り合いましょうね。彼らが同じサークルの仲間たちだ。茶髪でくせ毛が特徴なのは後藤誠。黒髪を後ろで束ねているのが伊藤祐樹。長い髪が中野光だ。友達と旅行なんて初めてだ。楽しむぞ。うっげー、なんだあれ。げ、やばすぎ。彼は同じ大学に通っているやばすぎチャラ男。オタクな俺たちをいつもからかってくる陽キャなのだが。お前らはオタク同士で旅行か。全員格好もダサいし、いかにもオタクって感じでモテなさそうだな。ああ俺なんて可愛い彼女と旅行なんだぜ。お前らには一生縁がないだろうけどな。やめろよ。こいつらはみんないいやつなんだよ。見た目や趣味で勝手に決めつけるな。エイト君。ああ、俺に歯向かうなんて生意気だぞ、陰キャオタクのくせに。もうやめてってば。行こうよ。ち、覚えてろよ。いきなり変なのに絡まれちゃったね。大丈夫だった？うん、大丈夫でしたぞ。さっきのエイト君、主人公みたいでした。拙者も思わず動画を回しそうになったでござる。あ、そんな大げさな。大げさじゃないですぞ。つい惚れ直しちゃいそうだったし。え、なんか言った？あ、なんでもないですぞ。それより早く行きましょう。うわあ、あ、先を越された。抜け駆けはずるいでござる。ん、みんなどうしたんだろう。その後俺たちは予定通り聖地巡礼を楽しんだ。数時間後。ここが今日泊まる宿か。部屋も広くていいところだね。この宿の名前、江戸川邸ですぞ。おかみの名前、毛利だと聞きました。さっきメガネをかけた子供と関西弁の高校生が走っていくのを見たでござる。事件起きないよね。しかも長編並みの。そう、それより温泉に行こうか。私たちは後で行きますぞ。エイト君は先に行っててください。拙者たちのことは気にしなくていいでござるよ。あ、そう？みんなで何の話だろう。数十分後。あー、いいお湯だった。でもみんな来なかったな。どこに行ったんだろう。お風呂入ったせいか眠くなって。私だってば。僕が隣だよ。私も隣がいい。みんな戻ってきたのかな。って誰？やだな、私だよ、まこと。いや、女じゃん。そうですよ。どうして気づかなかったんですか？むしろどうやって気づけと。男にもいる名前だし、喋り方もオタク男子だったじゃん。でも君たちはお互いのことを知ってたの？エイト君がいない時に部室で着替えようとしてたことがあって鉢合わせちゃったの。まさかみんな同じ気持ちだったとは驚きましたけどね。同じ気持ちって？みんなエイト君が大好きってこと。さっきも誰がエイト君の隣で寝るか話し合ってたんだ。男女が一緒に寝るのはまずいんじゃ。細かいことは気にしないでください。うわー、ちかー。すんすん、これがエイト君の匂い。とてもいい匂いで落ち着いて眠れそうです。いやいや、一緒に寝るのはまずいって。どうして？アニメだと主人公とヒロインが同じ部屋で寝るシーンもあるのに。アニメの話じゃん。じゃあ私を君のヒロインにして。抜け駆けは許しませんよ。待って、私だってエイトのヒロインになりたい。
じゃあエイト君に決めてもらおっか。君のヒロインは誰かな？選ぶまで寝かしませんよ。私を選んでくれるよね？選べるか？どういうことなんだ？オタク友達がみんな可愛い女の子で俺のことが好きだなんて。ほら早く選んでよ。俺はあきゅう。エイト君、女の子慣れしてないせいで気を失っちゃいましたよ。とりあえず隣の部屋に寝かせよ。ああこんな可愛い子に囲まれるなんてきっと夢だな。翌朝。知らない天井だ。あ、いや、ここは旅館だっけ。なんだかすごい夢を見たような気が。どんな夢？みんなが本当は女の子で俺に迫ってくる夢。でもみんな女のはずが。うわー、やっぱり夢じゃない。私たちは正真正銘女の子だよ。昨日はやりすぎちゃったかもです。ごめんなさい。いや気にしてないからいいけど。私たち今回の旅行で関係を一歩踏み出そうって話し合ってたの。だからいろいろ準備してきた。でも君もきっとすぐには受け入れられないと思う。それでも私たちは君のヒロインになりたい。だからこれから君に好きになってもらえるようアプローチしていくね。今すぐ答えは出さなくてもいいです。エイト君の気持ちを優先したいですから。それでも私を選んでくれるように頑張るからね。どうして俺なんだ。それじゃあ出発。エイト君の隣は私ね。あ、僕もエイト君と手を握りたいです。あ、服がいつもと全然違う。準備してきたってこのことだったのか。二人とも積極的で可愛いな。あれ、ヒカルは？私は大丈夫。普段はグイグイ来るのにどうしたんだろう。数十分後。ここが小岩神社か。主人公とヒロインが出会った場所ですね。みんなで写真撮ろう。私がエイト君の隣ね。ああ、僕も隣がいいです。近い。みんなめっちゃいい匂いするし。行くよ。はい、チーズ。落ち着け、俺の心臓。さらに、昼食では。これ、アニメでヒロインが注文した料理だよ。食べてみる？あーん、待って、僕の方がいいと思います。私のも食べてみない？あ、みんな落ち着いて。その後も彼女たちは俺に迫ってきて。数時間後。旅行自体は楽しいけどこのままじゃ俺の心臓が持たない。あ、ヒカル。なんだエイト君、びっくりした。驚かせてごめんけど今まで普通に接してたのにどうして緊張してるの？こっちが本当の私なの。どういうこと？私すごく人見知りで高校の頃も友達がいなかった。でもコスプレをしてる時はそのキャラになりきって話せたの。大学では友達を作りたかったからオタク男子の格好をしてた。女の子の格好でもよかったんじゃ。女の子だと自分と近すぎてキャラになりきれないから。それに少年漫画の話もしたかったし、オタクの男友達が欲しかったの。でも初めはコスプレしても声をかけられなかった。大学でも一人ぼっちかもって思った時にエイトが声をかけてくれたんだよ。あ、君がアニケンに誘ってくれたおかげでみんなと友達になれた。それにエイトは優しくて話も合う。だから私は君が好き。あ、きっと他の二人もそれぞれ理由があると思うよ。どんな理由だろう。それは本人たちに聞かなきゃ。そうだね、ありがとう。
じゃあ聞いてみるよ。待って、もう少しこのままでもいいかな。私みんなと違って恥ずかしがり屋だし、今日は君とスキンシップをあまり取れなかったから、少しでも君に甘えたいんだ。ダメかな。ダメじゃないよ。ありがとう。エイト、暖かいね。今日はクールっぽい感じしたのに、甘えてくるのかわいすぎだろ。数分後、じゃあ一緒に部屋に戻ろっか。私ちょっと旅館の隣にあるコンビニで買いたいものがあるから。もう夜だよ、一緒に行こうか。大丈夫、すぐ戻ってくるし。わかった、気をつけてね。他の二人にはどんな理由があるんだろう。いいじゃん、俺らと一緒にさ。まことが危ない。待ってください、その子俺の友達なんです。エイト君。なんだ男かよ。でもただの友達なら俺らにもチャンスあるよな。これじゃダメか。よし、実は俺たち付き合ってるんですよ。だったら仕方ねえな。悪かったよ、行こうぜ。いえ、分かってもらえたならいいんです。大丈夫だった？エイト君。マコト、聞こえてる？出気。今私は何を。俺の聞き間違いでなければ好きって。こんなつもりじゃなかったのに。でも本当に俺のことを。好き。大学受験の日、助けてくれた時からずっと。もしかして男子に声をかけられて困ってた子？そうだよ、でもずっと君にどう声をかけていいかわからなかったの。だからお兄ちゃんに相談したの。お兄さんって確かオタクなんだっけ？同じ男性ならエイト君の気持ちもわかると思ったの。そしたらいきなり女の子に声をかけられると警戒されるかもって教えてくれて、だからオタク男子の格好で君に近づいたんだ。おかげでエイト君のことをよく知ることができてよかった。初めは助けてくれた君のことが気になってた。でも優しいところもたくさん知ってどんどん好きになったの。だから私を君のヒロインにしてくれる？それは。あて、まだ決められないよね。困らせてごめん。でも絶対にエイト君を落としてみせるんだからね。ほら部屋に戻ろう。誠にもちゃんとした理由があったんだな。残るは勇気か。危ない。抱きしめちゃった。いや、それより彼女の心配が先だろ。大丈夫？顔近。顔が赤いぞ、どこか打ったんじゃ。にゃ、大丈夫にゃから。頭冷やしてくる。あんなに照れてる誠を初めて見たな。すげえ可愛いかも。エイト君、おかえりなさい。他の二人はどうしましたか？まだ帰ってこないかな。なら一緒にゲームしませんか？あ、いいね、やろう。10分後。また負けた。勇気って本当にゲーム上手だよね。エイト君のおかげですよ。エンドレスユナイトってネトゲを一緒にやってたじゃないですか。結婚もしましたし。まさかアンズさん？やっと思い出してくれたんですね。忘れたことなんてないよ。ただアバターも男だったし気づかなかったんだ。いろいろと事情があるんです。僕、昔から男性に声をかけられることが多かったんです。ネトゲでも声が可愛いって男性にいつも声をかけられてました。
その対策でボイスチェンジャーを使って男性みたいに振る舞ってたんです。その一人称もその時の名残か。ええ、おかげで誰にも声をかけられなくなって一人ぼっちになっちゃいましたけどね。そんな時、あなたが声をかけてくれたんですよ。エイト君はいつも優しくて、どんどん好きになっていきました。なら、どうして俺に気づいたの？大学で再会した時、声を聞いてピンときました。エイト君もネトゲのことを話してましたし、同一人物だって気づいたんです。そうだったのか。リアルでも優しいのを知って、さらに好きになりました。恋人になるならこの人しかいないって。それで他の男性に声をかけられないようにオタク男子の格好もしてたんです。だからリアルでも私と永遠の愛を誓いましょう。え、偶然同じ大学で同じサークルに入ったのは運命に決まってますよ。きっと運命が僕らに結婚しろと囁いてるんです。その婚姻届はいつの間に？ずっとこの日のために用意してました。サインしてくれますよね、ダーリン。まさか勇気ってヤンデレなんじゃ。ちょっと待った、抜け駆け禁止。私もエイトと結婚したい。分かってますよ。でも選ばれるのは僕ですからね。きっと誰と付き合ってもいい恋人にはなれそうだよな。でも誰かを選べば誰かが悲しむ。俺はどうすればいいんだ。翌日、昨日は眠れなかったな。なんだ、この旅館に泊まってたのか。ってチャラ男、他の連中は帰っちまったか。俺だけ早く支度が終わったから外で待ってるだけだよ。そういうヤバすぎこそ彼女さんは帰ったの？ちげえよ、そこのコンビニで買い物してるから待ってるんだ。それよりオタク同士の旅行なんてマジでねえよな。旅行ならやっぱ可愛い女の子と一緒じゃねえと。お待たせー。って誰だこの美女は。誰って、あなたが地味だと笑ってたオタクだけど。嘘だろ。嘘じゃないです、メガネも持ってますし。な、なに。そういうわけだからもう行くね。ま、待てよ。そんなに可愛いなら俺と旅行しようぜ。いきなり何言ってるんだよ。黙れ、こんな可愛い子お前みたいなオタクよりも俺の方が似合うだろ。だからアニメなんてくだらねえ趣味はやめて俺と一緒に。今なんて言ったの？人の趣味を悪く言うなんて本当ありえない。はあ、他人の趣味に口を出す男ほど趣味悪い人いないですよね。そんな口説き文句で落ちる女がいると思ってるの？どうして俺が責められるんだ。人の好きなことを否定してるんだから当然だろ。それに私たちはみんなエイト君のことが好きなの。あなたなんて興味もないわ。こんなやつのどこがいいんだ。それにそれじゃあ誰かが選ばれないだろ。そんなの分かってるよ。それでも私たちはエイト君のことが好きなの。たとえ自分が選ばれなくてもお互いを恨んだりしません。大事な友達だから当然だよね。そうか、覚悟を決めてないのは俺だけだったんだな。みんな待たせてごめん。俺ちゃんとみんなの気持ちに向き合って誰と付き合うか決めるよ。うん、待ってるよ。もちろん負けるつもりはありませんけどね。うん、私も。待てよ、オタクが美女と付き合うなんておかしい。俺の彼女になれよ。へえ、私がいるのに浮気なんていい度胸ね。え、いつの間に。さっきから聞いてたわよ。せっかくの旅行なのに他の子に目移りするなんてありえない。そんなに他の子が良ければどうぞ。あんたとはもう別れるから。なあ、待ってくれ。その後ヤバすぎは彼女さんに振られたらしい。
彼が浮気した噂は大学中に広まり、女性たちから白い目を向けられている。女性たちに冷たくあしらわれるようになり、すっかりおとなしくなった。そして俺はその後もみんなと仲良くしている。気づけば旅行から数ヶ月が経ったのだが、一緒に過ごすほどどんどん好きになっていく。誰を選べばいいんだ？だね。って何を相談してたの？あ、エイト君、そろそろ誰がメインヒロインか決めてほしいなって話してたの。できればみんなを幸せにしたいんだけど。わかります。やっぱり誰か一人しか選ばれないなんて寂しいですよね。ならいい提案がある。え？みんなでエイトの彼女になるの。あ、それ名案。いやいや、まずいって。どうして？アニメでもハーレムがあるし大丈夫ですよ。それはアニメの話だから。見るです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があ